はい、皆さんどうもこんにちは。場所ラインチャンネルの雑用係三平船頭です。本日は私はどこに来ているかと言いますと、こちら仙台市のリビンズさんのとこですね。こちらにもね、一風変わった自販機があるということでね、早速取りに来たんですけども、見つけました、こちらの自販機です。昆虫食自動販売機。いやー、船頭役者向けの自販機が来ましたよ。これお土産にどうぞ、サプライズプレゼントにも最適と書いてあります。まあ、せっかくですのでね、この昆虫食を船頭役者のために買ってって、さらにね、また後で企画が一つあるんですね。今度コラボ企画があるんですけども、そのコラボの際の、まあ、ゲストと船頭役者勝負をかけてね、こちら食べていただきたいと思ってます。でせっかくですからね、こちら昆虫食の方買っていきたいと思います。ラインナップの方が竹虫、昆虫チョコ、オケラ、片星ホール、大片星ホール、小さい子ですね、ゲンゴロウ、カイコのサナギ、ヨーロパイエコオロギ、コオロギクッキーとなってます。ここら辺は形がある、まあ、インパクトあるということでね、こちらゲンゴロウの方とオケラの方をね、買っていきたいと思います。それで早速購入していきます。ゲンゴロウを買います。出ました、一応すごい、これ瓶に入ってますね、ゲンゴロウ。さすがに中身は見えないようにね、銀色の紙で保存されてます。すごく冷たいですね、やっぱり、まあ、要冷蔵なんでしょうかね。非常に冷たくなってます。もう一つ、それじゃあオケラの方を買っていきたいと思います。ポチッとな、来ました。はい、こちらオケラですね。こっちも冷たいですね。じゃあこちらの方を購入しましたので、で後日帰って船頭役者に食べさせたいと思います。今こちら購入した昆虫食自販機、こちらの隣に今ちょっと張り紙が貼ってあるんですけども、こちらもともとここにね、牛タン自販機があったそうです。残念ながらこの美味しい牛タン自販機はもう撤去されてしまったということでね、牛タンの方はまた別個に食べていきたいと思います。宮城県は仙台市泉バイパスの方に来ております。ここにもね、なんだか一風変わった自動販売機があるそうなんですよ。こちらの方をね、早速発見したんで見ていきたいと思います。はい、こちらです。はい、どうも。ヌードル自販機、ラーメンのヌードル自販機がありますね。ってわけではなくてね、なんとその隣にもう一つあるんです。はい、こちら、じゃーん、仙台初登場、冷凍カフェ缶の自販機。はい、うまさばいのコラボレーション、こちらはカピバラパークさんというメーカーさんのやつですね。こちらね、なんと冷凍カフェ缶自販機があるんですよね。こちらに在庫を見たところ、なんとたった1個だけ8万ありましたということで、1個買いたいと思います。8番ポチッとな、買う。こちらがいちごのパフェ缶だそうです。早速ですけど中身の方をちょっとね、チラッとだけ見てみたいと思います。こういったなんか最初から保冷バッグ込み込みの値段って感じなんですかね。だーん、はい、こちらがカピバラパークさんのいちごのパフェ缶です。冷凍物です。以上で、変わり物自販機となっております。やはりね、山形県と違って、宮城県の方もね、すごくいろんな種類の変わり物自販機がいっぱいあって面白いですね。なんだかね、まだまだいっぱいあるようなんで、また面白い自販機を見つけたら撮りたいと思います。はい、それでは以上、場所ラインチャンネル三平船頭でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.